こんばんは、平井弘明です。今回久しぶりにリクエスト動画をやらせていただきます。4番アイアンのより詳しい取扱説明書です。やっぱり打ちたいです。あ、皆さんインパクトゼロやってますか？やっぱり4番アイアンが打ちたいというご意見がありました。前回の答えとしては、使わないでくださいっていう答えでした。でもそれでもやっぱり4番アイアンが使いたいっていう方がいらっしゃったので、今回は打ち切ります。4番アイアンってやっぱり今3番アイアン入れてる方ってなかなかいないんで、一般的な4番アイアンが多分アイアンの中で一番長い番手になってくると思うんですけど、なんでじゃあ4番アイアン難しいのかをもう一回おさらいしますと、まずロフトが立ってるアイアンで一番長いの割にヘッドが小さいので球が上がらないんで難しいんです。上げに行っちゃうから。なので上がらなくていい、当たらなくていい、そんな感じかな。それだと使う意味なくなっちゃいますよね。そうだから当たるための動画なんで、ちょっと打ち方やりますけど、やっていただきたいポイントがいくつかあって、まずヘッドスピードをスイング中変えないこと、あとは極力上げに行かないこと、ボールを、あとはバックスイング上げたらここからもうフィニッシュを取ることの意識、この3つをやっていただくと4番アイアンって当たりやすいです。ちょっと打ってみますと、今の3つのことをやりますね。こういう意識ですね。スイング中にこうクラブスピードを変えない、もちろん体の回転スピードもそうです、変えないことと、そうトップを作ったらここからフィニッシュまでこう一気に持っていく、一気にというか、ここからインパクトするんじゃなくて、ここからもうフィニッシュ取っちゃう意識で打つことと、あと もちろん極力ボールを上げに行かない意識ですよね。その3つを今入れて打ったんですけど、そうするとやっぱり4番アイアンっていうのも自然と球も上がってきて打ちやすくなってくるんですけど、その中でもやっぱり打ち込んでしまったりドローをかけようとしたりすると、もう恐ろしいほど難しく感じるクラブになっちゃうので、ほとんど何もしない、本当なりのスイングで出た球をもう OK とするしかないっていうような感じなんですよね。それでもっと細かく言うと、どうやって言ったらいいのかな、とにかくグリップよりもヘッドが動いてなかったらロングアイアンは当たんないです。ロングアイアンでこうやって動いたり、こうやっていろいろこうやってやったりとかやるとロングアイアンって当たんないですよ。であとタメを作ったりしても当たりづらいので、もうそういうのはロングアイアンってなくした方がいいですね。そうだから打つことに専念しなきゃいけないんだから、打たなきゃいけない、動かなきゃじゃなくて打たなきゃいけないから、ショートアイアンとか自分の力で全部がこう制御できるクラブだったらこう動いて動いて打っていいけど、ロングアイアンってそういうクラブじゃないから、とにかく先に打たなきゃいけない。だからこうヘッドを真っ先にボールに当てて、こうやってフィニッシュを取る意識っていうのがめちゃくちゃ必要です。その心は、当てに行ったらゴルフは当たんないから、だからトップからフォローするまで振りに行く、インパクトなしで、そう素振りしてるぐらいの感覚で、そう打たないと、当てに行ったら当たんないよ。そう、そのイメージ大事。そうとにかくトップから本当にフィニッシュまで素振りをする感覚がめちゃくちゃ大事。でもそこで重要なことは、って言ってもボール見ると打ち行くんだけど、じゃあ空振りしてもいいから本当にボールに素振りしてみてって言って打てる人って少ないの。そうだよね。そう本当にそれやってみてって言った時に、こうやってボール曲がってもいいからああいうショットを打てなきゃダメ。あれで真ん中行かそうとしたら素振りじゃないから、もう打ち行ってるから。ああそうか。そう打ち行っちゃダメ、曲がってもいいからボールが当たっちゃう素振りをしなきゃいけない。そうもう一回行くね、ボールが当たっちゃう素振りね。今ダフって左行ってるの、あれでいいの、いいの、あれでいいの、練習だから、素振りがこう素振りのように打てるための練習だから、今両番やんがちゃんとナイスショット打てる練習じゃないから、そう、だからそこの区別をしなきゃいけないことが大事で、今のずっと打ってて、じゃあなんとなく打てるようになってきたら、今度は多少4番アイアンのショットを打とうとしに行くのに、
こうやって。そうすると、ああなんとなく4番やんっぽいショットだなっていうのが増えてくるはずなの。これも絶対難しいクラブだからこそ順序がある。そう、簡単なクラブは順序なんかないからすぐ出てるから、打てないからこそ順序があってちゃんとした手順を踏まないとやっぱこう完成しないよね。だからじゃあまずは素振りだと思って打つ練習からの、そう、それティーアップでもいい。最初はねティーアップして打ってもいいし、もちろん下からでもいいんだけど、そう、本当に動きのメリハリをつけないことっていうのが難しいクラブの大前提。そう、難しいんだから。なんだ、そう、そっか、そう、インパクト力入れるとかないんだ。ない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 、ただ振るんだ。そう、こうやってずっと同じスピードで通過しなきゃいけない、こうやって。ああ、なるほど、ね、そう、その練習しないといけないよね。そう、ね、ここにボールにこうガンってボールに向かった時点でもう難易度は上がるから急に。そう、それはもう絶対的に良くないことだね、うん、じゃあそれはあれフェアウェイウッドの一緒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 プラス、そのご本人が苦手だなと思うクラブには全部共通してほしい。ああ、うん、まずは素振り。素振りだね。素振りで当たっちゃったってやつ、ね、そうそう、素振りで当たっちゃったが一番いい。そう、理想だよね、うん、でその時に飛距離は関係ないから、うん、何ヤードでもいいの。そう、素振りの感覚で当たっちゃったんだったらそれが一番いいから、飛距離はまだ出そうとしてないから、打とうとした打ちに行く時に飛距離を求めればいいだけだから、うん、今すぐこう飛距離を求めてもやっぱ素振りできなくなっちゃうから、最初は素振りを意識してとにかく上げてフィニッシュをこうやって取ることがすごい大事。それはね、ロングアイアンはやった方がいいな。でもね、本当にね、使わない方がいい。また言っちゃったそう、そう、例えばアプローチとかもっと詳しく言える、内容を。だけどなんで4番やんそんな詳しく言えないかっていうと、難しいことやってないから詳しく言えない。ああ、なるほど。そう、だってそんなクラブじゃないから、今言ったことをただやってるだけだから、それ以上ないんだ。それ以上ないの。それだけなの。それだけなの。じゃないと当たらないから。そっかそっか。そう、だからこうやって動かさないでこうやってヘッドだけこうやって動かしてるだけですよって感じなの。ああ、そういうことね。そう、だってこれでね、薄いドローを狙ってベタピンとか、うん、何ヤード刻みでビタンっていうクラブじゃないから言えないの。それ以上言えないというか、やってない、うん、やってないからね。そもそも俺ロー4番ヤードで205ヤードとかなんだけど、205ヤード付近のショットしか打てないから。しかもどんな球出るか分かんない205ヤードねフェードなのかドローなのかストレートなのか分かんない。そう、そんなこと狙ってないから、出たとこ勝負ちゃんだから。あとはロングホールのセカンドをレイアップ刻むショットで距離稼ぎに使ったりするときとか、うん、使うことあったの。使うこと多少あるな。多少、1年に何回ぐらい使ったの、うん、試合のときはもちろん無理して、うん、でもこれ入れてなかったな、ほとんどあのタラコ入れてた、ユーティリティ。あ、そう、だから本当お付き合いしたの最近だからユーティリティはそれこそ9番ヤンとか8番ヤンぐらいの精度はあったから、だから別に普通にそのユーティリティの4番の距離残ったら全然普通にビッタンビッタン打ってた、うん、けどやっぱりさ、試合出なくなったらさ、カッコつけたいじゃない。だから4番アイアンを入れたんだけど、でもやっぱうーんとね、避けるだってつまんねえもんこれ面白くないの。入れとくだけだ。そう、ナイスショットを打つことに一生懸命になっちゃうからつまんない。そう、結果に集中できない、うん、で今のだってさ、うん、当てるために素振りをして力感つけないでとかって打ってるじゃない、うん、そんなことを考えてゴルフしちゃダメだから。ピッチングなんかはさ、もう当たるから、うん、ピンのどこからねとかって考えてるけど、こんなクラブそんなこと考えられないから面白くない。そうか、そう、そう、だからゴルフがさつまんないだから避ける、入れてるけどね、飾りよね、うん、だから打ったとしても何にもできない、うん、打つことしかできないから、やり方が詳しいことを言えない。なるほど、そう、説得力ある。ある、あるそう、適当なことももちろん言いたくないしね、うん、そう、だからそれ以上ないから、うん、だからヘッドをうまくこうやって走らせるまでも言わない、うん、とにかくヘッドを動かすことと、うん、素振りをイメージして振ることっていうのが大事で、フィニッシュでこうやってバランスよく立ってられるスピードで振ることが
すごい大事、難しいクラブ、特にこういう4番アイアンとかね、それをちょっと意識してぜひ練習場でやってみてください。では今回はですね、4番アイアンの前回よりもより詳しい内容の動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。